ゴ通り、オレンジ通り、通り通り、リオの街からハルバーグ、モノレスさんがカリバーグ。エビバリ行きましょう。イエーザ・浅草チャンネル2時に夢中。イエーイ、始まりましたね出ちゃいましたね私もビッグもういろいろ反響ありました。ありましたよね。ありましたよね。ダメだよ携帯いじってちゃって言われて。そうだってさ、それほら今の感想の、うん、まだ始まる前のところで、うん、映ってるって知らないで、はい、なんかチェックしたり、はい、してるのが、うん、思いっきりそこ取り上げられちゃって、美穂純ちゃんなんかゲラゲラ笑ってた。そうもうね、どうでした反響は。反響いろいろありましたね。私ちょっとあでも何もわからない方のために実はですね、私たち、はい、すいません、本日の日付を言い忘れました。3月5日月曜日、はいはい、2時でございます、はい、この番組は、共同組合浅草おかみさん会の提供でお送りしまーす。はい、よろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。そうです、そう、わからない方のためにちょっと説明しますけど、はい、パクリ疑惑ということで、はい、MX テレビね、そう、9チャンネル、はい、の、そうで地上波の知りたかった5時から5時からのね、5時に夢中って、水曜日は、はい、美穂純ちゃんと江原ひろゆきさん、すごい、ね、マツコデラックスさんとかもね、うん、曜日によって、ね、曜日によって出てらっしゃって、総合司会が深川、深川さんね、うん、すいません、知らなくて本当に申し訳ない。私は知ってましたけど、それでこの番組実は、うん、2時に夢中はパクったんじゃないかっていうことで、そうなんですよ、取材を受けてしまいまして、なんと先週なんと7分間ぐらいやってましたね。先々週のここが終わって、はい、今日はカメラ少ないですね、うん、この前あのカメラが多いことにね全然気づいてない。なんか私の写真ありました、ね、全て隠し撮りされていた。そう、写真ありましたらそこのテレビのところ、ね、そうそう、いいですかね、なんかさ、私があの、ね、ここにどうもすいませんみたいな、ね松戸さん、花やぎね、清人さんとかゲストでね、ゲストでちょうどいらして、はいはい、くださってて、もうびっくり仰天みたいな、はい、って私がもう異常な驚き顔でテレビに映ってて、もう恥ずかしいのなんのって、もう、ね、そうでしたね、はい、出ますか、あ、出ました出ました出ました。あら、なんかいいですね、粋ですね、あの清人さん、清人さんたちは粋なんですけど、うん、私のこのびっくり顔、うん、はっていう、なんで、ね、なんですか、しました ね、うん、その後もね取材を受けて、うん、はい、ね、下で全部やってましたね、はい、私あの小1時間やってた、小1時間やってね、まあそれであの出演させていただきまして、はい、あの5時にじむを認めていただき、ま、2時に夢中を認めていただきましたので、はい、にじむと言ってもいいみたいなんで、はい、あの2時に夢中もこれからもよろしくお願いします。5時に夢中同様よろしくお願いいたします。まだ足元にも及びませんが、はい、よろしくお願いいたしま す。最後 の江原さんがね、浅草のことだから許してあげてくださいってこう手を合わせて、いい方ですね、なんかね、うるっときちゃった私も、うん、ちょっと涙がね、じんわり、じんわりきちゃったね、じんわりきてしまって、うんね、なんていい方なんでしょう、さすがだなと思いました、うん、それで清人さんたちの会があったんですね、うん、はい、そうなんですよ、その後にすぐにね、その後の土曜日に、ね、前回ゲストの羽合清人さん、はい、そして中さんですね、中千尋さん、中千尋さん、日本画家の、はい、はい、が、何の回でしょう、踊りの回ですね、はい、ことよん座を見てきましたね、ことぶき4丁目ことよん座、なんかねこれ見てるね視聴者の方からことよんって何ですかって言われて、はい、私たちことぶきって浅草用語が結構多いですって、うん、なんかご指摘を受けましたので、うん、はいはい、ちょっと説明させていただきますと、はいはい、あの浅草の浅草台東区ことぶき町っていう、浅草ことぶき町って言ったんです昔は、そうなんですね、町名は、はいはい、ちょうど田原町から蔵前の方に行く、はい、あのエリアですかね、はい、そうです、その辺が寿町で、寿4丁目に、うん、あのその羽根清人さんのお稽古場がありまして、うん、そこで の、うん、あのまあ、発表会っていうんですかね、お披露目会っていうんですかね、浴衣ざらいじゃないんだけど、浴衣ざらいじゃないんですけど、まあ、そういうね、そうです、あの本当にあの舞踊を初めて見るような方々に、はいはい、一つ一つご説明をしながらあの踊りを披露するという ね見てもいないのに、そうですよね、さすが演目は雪女郎、はいはい、雪女郎 と、お中土の色かと魔歌書ですね、写真出ますかね、写真出ます、そうですか、ね、はい、最初のうんとあれいいですかね、うん、
もうね、私もね、初めて近くで、あんな近くで見たの初めてだったのでね、うん、なんかおかみさんは近すぎ、うん、近すぎよ、あれは近すぎとか。あ、これがね、マカショかな、ね、でもいいですよね、近いのね。そしてこれが雪女郎、ね、まあ見れば雪女郎って分かりますね、これね、うん、すごく色っぽいのと、ね、マカショはすごいなんかこうひょうきんかつ勇ましくというか、うん、それでそれが終わってまた、うん、昨日なんかあったんですね。そうなんです。今度はね、夏にあるみたいなんですけれども、はいはい、またその時はね、こちらの方でもね、はい、宣伝させていただきたいと思います。何ですか、それは。そのつながりで、うん、昨日は、うん、観光センターでなんかあったんですね。そう。浅草ですからね、浅草観光センター。観光センターって皆さんご存知かな、うん、あの浅草の、うん、あの雷門前にある、うん、熊さんのビルね。熊さんのビル。うん、そう、そこでですね、あの日本舞踊という形で浴衣を着て日本舞踊踊ってみませんかって、後ろはちゃんとこうジャパニーズダンスワークショップということで、トライオン浴衣&え発音いいね、あ、ありがとうございますエブリサンデーね、はい、毎週やってるらしいんですよ、はい、エブリサンデーってなんかエブリサンデー、あ、エブリサンデー、じゃあ教授さんがやってるんですか。エブリサンデーやってる、まあ教授さんが毎回はわからないんですけど、そうですか、うん、彼女かなんかあの、あ、なんか写真出ました、はい、ね、外国の方みんな浴衣着て、そうなの、これね、あら可愛い、あの、うん、そのまま行ってこういう普通の格好で行って、うん、上にこう羽織る感じで、うん、なんとね聞いてたらね、はい、あの通訳っていうか方もいらっしゃるし、うん、しかも帰りに旅ソックスをですね、うん、無料で持ち帰りくださいって言ってた英語で、それで私あの中でちょっとあの一人、アメリカから来た女の子と話してたんですけど、はい、すごく楽しかったっておっしゃってて、あ、いい体験ですね。そう、11時と、あ、11時からすいません、どこがやってるんですか。はい、ここはですね、あのここですね、あのアーツカウンシル東京ということですね、ここがやってるらしい。あ、そうですか。そこがあの浅草の会場でやっているものらしいで す,、はい、ですね、この他外国の方に日本舞踊を体験していた。そう、日本舞踊だけでなく三味線、長唄三味線とかそういうのもやってるみたいなので、いいで、ね、はい、じゃあアーツカウンシルさんのホームページぜひご覧ください、はい、なんかフェイスブックあるそうなので、私のあのフェイスブックとかでもご紹介していきたいと思うんですけど、はい、そちらの方から、はい、そうですか、はい、そういったことでそういったことなんです。そういったことでね、そういったことで、うん、宇田川さんはどのような感じで、ですね、美香さんはどのような感じで、3月はまた初っ端からいろいろ、うん、あの実はあの、はい、こちらのね、あの方々のトークショーに、はい、おととい、あ、トークショー、はい、あら、まあ、行ってまいりました。どちらで、銀座、東銀座で、あらららそれで行ってまいりまして ね、その後夜はね、あの歌舞伎座にて、あららら、素晴らしい、うん、ご演目で、はい、嘘目久松、はい、それから神田祭り、はい、ちょっと震え、なんかこう身の毛のこわーっと鳥肌が立つほど素晴らしい踊りでしたがね、あら、まあ、あの玉三郎さんと水谷さん、はいはいはい、その後、メインイベントがありまして、何ですか、柿の白糸と、はい、あの尾上松也さんが主演、中村壱太郎さんと、はい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 、いや、その最後の裁判の場面はもう震えるほど素晴らしかったですね、うんうん、そうなんですか、うん、なんかあ、これだみたいな、素晴らしかったんですけど、実はですね、今日はですね、うん、あのそのトークショーに飛び入り出演した春本ゆかちゃんと、うん、その村越金也という、はい、あの検事になる前なんだよね、あれね、検事補佐っていうのかな、なんていうのかな、そのお役で、うん、そのお役なんですね、はい、尾上松也さん、うん、お母様と、はい、お芝居にね、あと三つ和会の大原真理子さん、あのお芝居にね、今度3月の15日から20日まで、新バンバ、はい、知ってます、京急新バンバって駅、降りたことないんですけど、降りたことないけど通り過ぎるよね、通り過ぎたことはある、あの何度もある、普通しか止まらないんですよね、普通の平和島とか行く方向のやつですよ ね、新バンバ、はいはい、の立候会ホール、間違ってないから、立候会ホールで、はい、うん、お芝居があるということで、はい、お二人をね、すごい大御所のお二人をお呼びしてるんです、なんと素晴らしい、すいません、なんかご紹介が失礼なご紹介で、どうぞあのお願いいたします、大原様、河合様、ぜどうぞお越しください、お願いいたします、どうぞいらっしゃいませ、よろしく、あら、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ね、失礼します。すいません、大きいのが出てきちゃって、はいはい、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。何が大丈夫？
すみません、あの三つ和解っていうお芝居を今回私は初めて拝見するんですけど、これからもうどのぐらいの歴史っていうか、今回があの20回目の記念公演っていうことは、まあ、あの20年年に1回、うん、基本的にちょっとねズレがあるんですけれども、その水和会をお立ち上げになったのは大原さん、うん、はい、まあ、あの私あの演劇集団演っていうところに所属しているんですけれども、 そこであの勉強会として、はい、久保田万太郎先生の作品を5回ぐらいやったんですよね、はいはい、その縁でもって縁で、あの、はい、縁で勉強会、ああ縁があったそう、ご縁があった、ナイスナイスナイス、ナイスそれでね、まあお稽古場で発表しているような形だったんですけれども、はい、あのそれで1回あの銀座にありますみゆき館っていうところで、はいはい、あのちょっとお声をかけていただいて、そこでやったんですよね、はいはい、そしてその後にその立候会の方からやりませんかっていうありがたいお誘いを、はい、受けましてね、はい、それでまあそういうことになったもんですから、はい、もう勉強会っていうことじゃなくって、はい、あのちゃんと名前をつけて、はい、そしてあの自立してやんなさい、それでやるときは、まあ、今まではもう園の、はい、あのスタッフも、はい、あの出演者も限られていたわけなんですけれども、はいはい、もうそういうことはやめて、はい、まあ、もちろんその主体としてはそういうのが残ったとしても、はい、あのそういう久保田万太郎先生のね、はい、興味のある方たちにスタッフも俳優も集まっていただいて、あのそういうふうにしようっていうことになって、それで三つ和解なんですけれども、うん、その三つを、うん、三つはあのひらがなでね、はい、ここはまたすごいんですけれども、あのまたすごいっていうかこれがすごいんですけれども、あの名前をね決めるときに、あの一緒の仲間に片岡静香、はい、あの先代の二左衛門さんの、はいはい、あの末のお嬢さんなんですけれども、はいはい、今の二左衛門さんの妹さんなんですよ、ですね、それであの、まあ、その久保田万太郎をやろう勉強しようって言ったのは静香と私が、あのなんか芝居待ってるだけじゃつまんないからね、はい、自分たちでなんか企画して、あ、いいんですかこんなに喋ってて、いいですそれでやろうっていうことになって、うん、それでまあ皆さんご存知かどうかわからないんですけれども、うん、あの中谷昇って亡くなった俳優、はい、好きだった、あ本当、うんうん、いいね、亡くなったんですよねそうなんですよ、うん、もうずいぶんほらドラマもすごい出てらっしゃるじゃないですか、2時間ドラマとかに出られてる、結構いろんなドラマ、はいはい、もう時代物も声が素敵な両方、若い時はまた綺麗だったんだけど、はい、あの園の代表やってらした時期もあるんですよね、橋爪さんの前に、ね、そうなんですよ、はい、それで中谷さんのところに、相談しに行った、はいはい、そしたらねその久保田万太郎を勉強するならば、うん、あの文学座に辰岡新という、はい、あのもちろん皆さんご存知だと思うんですけれどもね、うんうん、その久保田先生を好きな方たちは、はい、あの久保田先生の最後のお弟子さんっていうのかな、それでその先生に教わった方がいい、はい、それでじゃあ僕があの話に行ってくるからって言ってくださってね、それでまあ演劇集団演っていうのは劇団雲それから欅っていうね、うん、はい、なんかある意味もう文学座をなんか失礼な出方をしたグループなんですよ、うん、だから本当はね、うん、そういうところに行ってもらって個性的な人が多いですよね、演劇の方が、そうなんですよ、あの、うん、やっぱりその創立したメンバーはもちろん今ご存知の橋爪功さんはじ、うん、はい、めそれから岸田京子さん、はい、それから高橋正也さんとかね、うん、はいはい、それからもう南芳恵さん、はい、私大好きだった、なんかもう岸田京子さん、はい、いっぱいいらっしゃるんですよ、きらぼしのごとくね、うん、それでその飛び出しちゃって、それでそれはだから失礼な出方をしたもんだから、うん、やっぱりねなかなかね、あの園に教えに行くっていうことには問題があったんですよ、やっぱそういうなんか門罰というか、なんかそういうのがあるんですね、うん、どこの世界もね、歌舞伎だけじゃないんですね、あるんですねでもそこをね、はい、あの
とにかくお話しに行ったら、そうやって勉強したい人がいるなら、はい、僕は行きますよって言ってくださって勉強会が始まったんです。うん、それで、まあ、そういうようなことで始まって、うん、そしてそのまあ独立するっていう時に、うん、あのこの片岡静香のお父様 の、はい、あの仁左衛門さんがお名前をね、あの結局、和っていうことが何しろ大切である、芝居の和、芝居の和、うん、それから人の和がね、そう、うん、それから平和の和、和、うん、それからあの和らぐっていう意味のね、うん、こういうようなこと、それでまあその立ち上げようとしていたのが静香と私ともう一人岡本瑞恵という女優がいる、この3人のあの3つの和も大切だねっていうことで、三つ和という名前をまあね、あのつけたんですよ。でその時にね、あの正子っていう名前も候補に出たんですけども、でもね、いろいろ考えてみたら、マサゴっていうと砂じゃないですか、はいはい、砂じゃねえ、流れちゃうよねっていう話になって、うん、それでまあじゃあ三つ葉っていうことにしようというお名前をね、うん、その仁左衛門さんのこのあれをちょっと、うん、そうなんですよ。それでまああの今回もね、はい、あのやっぱりご縁があって、うん、あの片岡京子ちゃんがね、はい、うん、あの仁左衛門さんの不正のお嬢さんなんですけれども、あの片岡静香は今ちょっと出られないもんですから、うん、それであの京子ちゃんは、私はおばさんに当たるのがおばのまあ身代わりみたいなもんね、なんて言いながらね、それで今回出てくださるということになったという。まあでもいろんなね劇団からお出になってて、なんかいいですね、そういうの。そうですよね、なんかね、あのそういろいろね、育ちが違うもんだから、うん、あの、ね、なんかいろいろね、あの面白いですよ。そうですね、刺激し合えるというか、そうそう、刺激的なんでしょう ね、うん、ね、自分たちはね、あ、まあなんていうかな、まあ進撃の片割れにいるもんですから、こういうもんだ、こうやって、うん、こうやってこうやってこうやって、うん、詰めてね、うん、そしてもうはい体操して発声練習してっていうことをやっているんですけれども、はい、うん、森江さんなんかね、うん、審判の方たちとかっていうのは、体操はないの、うん、ないんですか、そんなのね、するとね、やんないどうでしょう、どうでしょうもう一切ないですね。それはもう新歌舞伎はないですね。まあ歌舞伎の方やってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど、息子なんかのエリザベートにね出していただいた時に、はいはい、城田優君とかね、みんなこうお稽古の時なんかはみんな早く行って体操して、はい、で発声練習してでやってるのを横目で見て、え、松屋やんないの、ここに時計はめてないの、うん、はめてないの、あれちょっと用があるわとうとう最後まで一人やらなかったという、我々はそういうことをなんでこの人たちやるのかなっていう、また本当違うんですよ、ね、本当ですね。で今回ね、あの浅草チャンネルってことでいつも浅草に、うん、あのまつわる方をお呼びしていて、はい、なぜかというと久保田万太郎は浅草の生まれで、はい、実は田口さんの先輩なんです。浅草小学校、ほらまたリアクション、一つ一回目のリアクション今日の。そうなんですってね。そうなの、浅草尋常小学校で田口さんの先輩なんですよ。すいません私何目ですか。で久保田万太郎さんってあの劇作家でもありながら作家でもあり俳人でもあり、いろいろされてたじゃないですか、それでお生まれになったのが田原町の近くの今桜田っていうお店があるんですけど、そこの前に火が立ってまして、久保田万太郎 の、そういえば立ってる、どうでしょそれであのそれあと番組住んでたのは駒形土壌の、そこも立ってんの、そう、そうなの、今日はリアクションいっぱいあるよ、その後もこの後もあるからね浅草小学校卒業なんです私。そうなんですか、浅草駅前に住んでるんですよ、釣り堀にてにも、はい、あの浅草がね、話が出てる、だってあの方は浅草以外に住んでないですね、こう見るとね、ほとんど浅草ですね、ちょっとね、三田の方に、ね、それからまた晩年も浅草ですよね、あの赤坂行ったり、ね、ったりして、なさったんですけれども、うん、あのやっぱりもう本当に浅草で生まれて、はい、そしてもう
こよなく浅草を愛して書かれた作品、久保田万太郎作品だったら絶対ここに来てほしいというふうに、ありがとうございます。なんかそうすごいですね、そう浅草小学校、じゃあ大先輩、ね、大先輩なんかね、袋物屋さんだったんですよご実家は、書いてありましたね、なんか大きな、あのね、だからあそこの辺、あの桜田ってあるでしょ、わかりますわかります、錦のラーメン屋の隣の桜田、わかります、雷門の通りのもうちょっと田原町より寿司屋通りから渡ったこっちですね、あそこに日が立ってるでしょ、あそこ生まれたところ日が立ってました、ずっと通り過ぎてました、すいません、浅草なんですよ、そう、それでねやっぱりこのご縁があるなと思った、ご縁ありますね、それであのそういうこういう体操をやるような演劇は、スタートはそのなんか、なんか高校とか卒業してすぐにもう芝居の世界に入っちゃったんですか、あのお芝居のきっかけはあの高校に循環みたいなね、高校に見せてくれるような、ああ、ね、だからいいなとかと思って、はい、それでもまああのちょっと高校卒業して、うん、ちょっとでもまああんまりね演劇っていうのはね、うん、って言われてて、それでまあ行きたいところにも行けなかったからどうしようかな、浪人しようかなとかと思いながら、ああそれその大学で、それでそしてその時にあの日生劇場で、はい、名与武あの北大路欣也さんと、はい、見た和代さんのね、それでものすごい感激して、それを三田和代さんってことはそれは式でやったものなんですかね、そうだと思いますね、さんも一時ね、ちょっとそれでもお恥ずかしい話、それはもういつかやりたいと思ったのがいけませんでしたね、それで、まあ、あのそんなことがあって、それで、まあ、あの養成所かなんか、文学座の養成所行って、それで1年で卒業卒業って首まあ、あの大体みんな首、養成所って1年生なんですよ、そうなんですよ、その後上にと、ね、この間あの川井森さんに伺ったら、そうそうたる同期生がすごいいるんですよ、誰だと思う、誰だと思います私の68ですからね、まず一番すごい人がいつも一緒にいる人、ああそうだそうですよ、何ですかこの度の演出家のね、ああの、はい、劇団新派文芸部の先生、大場先生がご主人、ご主人ですよね、はい、で話を変えて、はい、いやすごい人はね松田優作、ほら2度目の A でしょ、そうびっくりしちゃった私、そんな一緒に何かお芝居の稽古とかできたら幸せ、そしたらとか思っちゃった、いや幸せじゃない、怖かったですよ、大きいじゃないですか、ね、こっちはまだ二十歳そこそこでしょ、あ彼は年をいってたんですか、いってたと思います、あのアメリカかなんかに、でそれで勉強して戻ってきたから、今ご健在だったら60代後半、そうでしょ、もう70ぐらいね、そうそう、それでもう下駄履いてね、それでジーパンでこう来るから威圧感がすごい、マリコなんて言われた、はいっていう怖い、言われてみたいね、おいマリコとかね、言われてみたい、何言ってんのお前とかって言われると、松田優作にすいませんっていう感じでね、その他にもね、もう著名な方々が、あそうなんだ、ジャズ歌手のね、阿川靖子ちゃん、あもうね綺麗でしたよって言って、ね、もう本当にね、もうね、あの方女優さんだった、そうです、文学座出身、美形、綺麗ね、綺麗な方、ねね、世の中にあこういう綺麗な人たちがいるんだなってね、そこでね自分を、おそらく数年後輩でしょうけど、講談師の神田紫さんも文学雑誌出身なんですよ、あの同期ではないんですよ、ですね、下ですよね、っていうあれでね、それでその後、まあ、あの演劇集団縁という雲と欅っていう、あのそこに入って、まあ、今に至る、そうですよね、それでまたそれで浅草にご縁があるのは、縁がずっと田原町に
の駅のところにステージと、あーあそこの、ね、ちょっとあのお引越しのなんかでなんかでいらしたじゃないですか、うん、その時にもういろんな人とすれ違うのが私田原町駅利用してるもんでもうもうワクワクしちゃってうわっとか思ってもすっごい俳優さんとすれ違う、すれ違うのがすごい嬉しかったですね。いらっしゃいましたか、ね、スタジオ何回かお芝居見に行きました。あそうですね、どこにあったんですか。あの赤ふ、あ今アッパホテル、あ赤ふだどの上、なんですか、上にちゃんとスタジオがあって、うんうん、初めはねただ借りてたんだけど、ちょっとやっぱりこう、うん、お金をかけて照明だとか、ね、なんかをしたもんですから、ちゃんと芝居をやってたんですよそこで、うん、意外と最近までどれぐらい、うんね、2000なんで、うん、2000、うん、じゃあ最近行、うんうん、かなかったし、結構見に行った、行かなかった、あの上 の、 あの向かいの中華屋さんに行くといるのみんな、 あそこまでたまり場で向かいの中華屋さんがあったでしょ。 あれね、前の 何代前のママさんだったんですよ、うん、台湾のママさんで元女優さんで、お料理があのマスターが上手 で、うん、でしかも安くて、うん、でパッと開くと橋爪さんとおーおーおーって中谷さんとおーってそうなんですか、こう店を開くとなんか俳優陣がガッと違う雰囲気ですよね。お会いしてたかもしれません。よく言ってた。いやいや、私はあれでしょうございますけど、ね、うん、そうそう、だから田原町のそうだったんですか、うん、久保田万太郎のお芝居さんのお芝居今いやいやいや一番衝撃的なの、久保田万太郎、前にくれにまゆかちゃんが久保田、あ、うん、口一葉の大津ごもりも、はい、劇作家は久保田万太郎、作った、書いたのは樋口一葉さんですね、脚色が、ね、はい、久保田万太郎さんですよね。そうそうそう、それで久保田万太郎ってすごい、あすごいいいな、こういうお芝居って、あれなんかその大津ごもりも、はい、で私この今回疑問に思ったのは、大津ごもりの時八重子さんが昔の台本の通りにこう朗読がされて、うん、前の時は岩崎かね子さんが現代語に直して朗読をされてましたけど、うん、今回のお芝居っていうのはその言葉とかそういうのはどういう風になってるんですか。もうこう、そのまま、うん、もう昔のままリアルチックに、うん、ね、基本的にはそうなんです、うん、基本的にはそうなんですけども、わかります私たち、うん、だけどちょこっとね、うん、あの解説が、ね、縮めたり、あ、はいはい、秋草話っていうのはね、ちょっと長いもんですからね、いつも本当にみんな短いものが2本立てなんですけれども、はい、それでちょっと本読んでる分にはいいんだけれども、上演してるにはちょっと長いかなみたいなところはちょっと縮めたりという、はい、でも基本的にはまあ久保田万太郎の世界というのは、ね、森江さんもね、やあれよね、これが統治法だからしんどいのよねって、いうところがあるんですけどね、それをセリフがね、重視してやってます。なんかちょっと読んでみると、こう、これこういう言葉をどうやって表現するんだろうと思って、それがすごい楽しみでもあり、客としてはね、お客さんとしては、ね、そうですよね、見る方はね楽しみですけどね、うん、演ずる方がね、そう、大変ですよね。大津ごもりの時もセリフがね、そうそうそう、なくてね見る方は楽しみですよ ね、 ですね、うん、セリフといえばそのね、うん、ちょっとね、お写真をね、はい、送ってくださいっていう風に お願いしたらね、私今回の稽古場の写真とか送ってくるのかなと思ったら、うん、昔のお写真がそれでね、ちょっとお一人で写ってるお写真が2枚ばかりあるんですけど、それをちょっとね、その、若かりし頃の森江様の写真が、森江様の写真、こしらえをしてる写真が2つ送ってきてあるんですけど、それがね、これがね、美しい、美しい、何十年前ですか今出ますよ、今出ます、40年経ってね、40年ちょっと、これすごいお綺麗、24、25です、歳ぐらいことはもうさ、それこそ30、あもう40年近く前、そう、これ何のお役なんですか。これはですね、はい、それこそ永井荷風原作、はいはい、久保田万太郎脚色で、はい、夢の女っていう芝居で、初代楓っていうこの花魁が玉三郎さんで、二、はい、代目の楓っていう花魁が私の役なんです。これもまたいいお芝居でね、お綺麗ですね、玉三郎さんに、
妹さんですか。妹さんを重ねていただいて玉三郎さんといえば初日の神田祭り痺れましたね。綺麗でしたね、うん、玉三郎素晴らしかった。美男美女のさんが立って立った瞬間にねえ、あれこれはこれはですね、これは神谷治兵衛って言って、はい、あの東宝歌舞伎なんかでもやってた宝珠秀治先生が書いたあの、小春と治兵衛 の恋物語っていうか心中物なんですけど、うん、これはあの歌舞伎でやるとまたちょっと違うんですけど、はい、宝珠秀治先生があの書いていらっしゃるもので、あのこの私のやってる役は、うん、うちの師匠が初代三谷八重子先生がちょっとご思想で、あの女すりでね、はいはい、一場だけ出てくるんですけど、であの隣にいるのが私の主人の父でございまして、春本康夫さんなんです。そうなんですか。この旦那の懐に入っているタバコ入れが大変あの高い貴重なもので、あの それをあのお金出してそれを売ってくださいってそこで交渉してるんだけど、うんはいはい、じゃあ売ってやるよって言って、うん、売ってもらって、まあ、どうもありがとうございますって言ってあの引っ込む時にちょっとぶつかって、危ないなって言って、はい、ごめんなさいって言ってしっかりそのお財布お金はお財布をあの吸って、で花道の七三、これってその後結構上演されてます。あの何回かしてますね。これが夢のこれもこれはだから神谷治兵衛っていうの、あの花道にねあの日傘さして引っ込むんですけど、これを北条秀治先生がね花道にから引っ込む時にお客さんから手が来たら、帰りに同じ鎌倉だったんで車で帰るからね、そうすると手が来たら中華街で今日はご馳走してやるって言ってご馳走していただきたいから、はい、すごい大先生にすごいですね。で何回か手をいただいたので、うんうん、あのご馳走していただきましたね。その時は食べてもそんなに太らなかった、うん、食べても これくらいでしたからね。はい、ねえ、でもすごいもう思い出のお写真ですね。綺麗、ね、結構何回もやらせていただいて、うん、絶対この役は河合マリアにって言ってくださって、これ24、5それももうちょっとあのそう24だそれも。そうですか。これはこういう演舞場とかでやってたんですか。それこれはねどこだったら明治座かな。うーん、これは京都南座もやったし、あと巡業で2ヶ月回って、はい、帰ってきたら先生が本当に10月の1日にお亡くなりになって、うん、で病室であの先生帰ってきましたって言って、私が先生の、まあ、代役みたいなことにとりあえずなってたので、はい、であの評判は聞いてるよよかったって、評判聞いてるよよかったねっておっしゃってくださったのは、うん、まあ、先生と一対一でお話ししたのが最後だったんですけどね。我々が帰ってくるとすぐです10月1日だったの。国立劇場の公演があって、うん、そこでまた夢の女を先生がなさるはずだったのを、うん、あの今 の当時の吉江さんが代役で初日からやることになって、うん、その時の2代目の会では私と先輩たちがあの、うん、ダブルキャストでなさってたんですけど、うん、それから私と玉三郎さんが久しぶりに結構 3,4 回やらせていただいたかな、はいはい、そうなんですね。なんかこの春本さんってまゆかちゃんに似てますね。似てます、あの春本ゆかさんに似てますね。あのおじい様の方ですね。春本ゆかさん、はいはい、だからおじい様に似てらっしゃるってことね。なんか森江さんも似てないですか、うん、やっぱり親子そうですね。あ、やっぱり森江さん、あ本当にあ両方、うんうんうん、実は親子だったとか、うん、そう実は後にね義理の親子になるんですもんね。すごいですね、ご縁、それも縁、うん、それもご縁ですね。本当に縁だらけですね。ね、本当ですね。そんなあれですね、あのそれあのその何でしたっけ、その後にもうあのこの後もう随分審判には20代後半までいらっしゃったんですね。18歳、18で入って28、10年、10年、丸10年、うん、で幹部になったのが入って5年目だったんで、はい、どうも、今までで最速、うん、大体幹部になるに10年ってかかるっていう話
話だったのが、うん、急にだから私の人生最高の年が24、5、6、7ぐらいまでかな。いやいやいや、でもね、それでまたね、今、うん、あの現在はあの、ね、はい、もうお嬢さん、あ、息子さんとお嬢さん大活躍中で、大活躍です、うん、でなんか写真まだありましたよね、ご家族の写真が、なんかね、うん、あのご家族で、うん、あのどこかに行かれてる写真、いやじゃなくてもう最近のお写真が、これもありました。あら、これ主人が亡くなる年の2年前かな。松屋さんも若いね。若いね。それで、ね、ご主人が亡くなって、うん、でこの今なんか週刊誌のこれ出ましたね。出ますか？週刊誌の、ね、週刊誌にこの間な女性自身でしたっけ？何でしょう？違う、あれこれですね。なんだこれ違う、あの週刊現代じゃなくてなんだっけな。なんだっけ、なんだった、あ、なんか週刊誌のやつさっきありました、お写真が、なんでしたっけね、なんかね、こうあのあれですね、あの今の森江さんね、だいぶ違いますね、これ現在ですね、これ浅草歌舞伎の時ですか、これ違う、あ、そうかな、ね、これはね歌舞伎座かな、歌舞伎座、浅草かな、浅草か歌舞伎座、歌舞伎座っぽいですか、でなんか最近ご家族で写した写真も送ってくださったんで、3人のね、3人の、うん、主人も出ますか、ね、いませんけどね、ね、3人のね、うん、この間のそれこそ浅草ビューホテルで、あの新年会を、あ、はい、講演会のね、うん、あれ、あった、あ、これ、これ写真、いいお写真じゃないですか、大きくなってます。子供たちも大きくなってるけど、私違う意味で一緒に成長、一緒に成長して、すごい成長しちゃって、幸せな、ねね、幸せな写真ですよね。なんか美しいファミリーですね。ね、うん、本当ですよ。美しいファミリーです。それでね、うん、あのこれはビューホテルの会ですよね。はい、松屋さん、はいはいはい、なんかで、お誕生日も兼ねてね。1月だから。8月、1月、あ、1月ちょうど浅草歌舞伎の時にいつも、私もそうなの、浅草歌舞伎の誕生日の、ね、はい、そうなの、19日です、はい、近いですね、近いですね、うん、誕生日が、それでまたあのお芝居の話に戻りますけれど、はい、あのなんか稽古場を、はい、あの私はあの稽古場のお写真をちょっとリクエストしちゃったんですけどなんかちょっと出ますでしょうか、稽古場の写真をリクエストした先生の、はいはい、頭のちょうどそこの部分がフォーカスされている、そうなんです、稽古場の写真が、はい、稽古場、これが、ね、今回稽古、あ、これですか、これがそのすり彫りにてのお稽古、はいはい、そうですね、これはそういうこう座ってするお芝居なんですか、この座って、大体座ってるんですか、こう舞台の上で、もうそれ私たち、そうあのレストランのシーンなんですよ、ああそれで、あのあれですか、あのも森江さんはあの着物を、あのお芝居でも着物を着てる、あ、2人とも芸者さんなんでね、うん、森江さんはね、芸者に見えるんですけどね、やっぱり芸者に見えるってことはね、何歳ぐらいの設定なんですかこれすいません質問とか、でも芸者さんはなんか年齢ないもん、40代、うん、40代の設定ですけど、うん、まあ、私は子供がいる芸者さんで、うん、こちらはいらっしゃらない、うん、もちろん私が年上です。そうですか。一応お姉さん。でこれはこのなんとか二人羽織みたいな、これは何ですか。これは二人羽織。釣り堀にて、本当に釣り堀で釣りしてるんです。まあ、それが実は私の元の旦那さんと私の息子。うん、だからそこはまあちょっとここが面白いと。そこが肝になるわけですね、お話の直七さんをね、うん、あの俳優座の重鎮なあの存在である中野聖也さんがやってくださって、ね、はい、今でもね素敵ですけど、うんうんうん、本当によくね、テレビで素敵です、こちらのねお写真の、あの上の方もよくあのテレビお出になりますね、レイゼイさんね、レイゼイさんもね、
いいなんかこうなんか、ね、本当ですね、キャラですよね。うん、そうなんですよ。すごい素敵な。宝冠を素敵ですよ、やってくださるんです。あ、そうなんですか。そうなんですか。宝冠って言えば ね、あのさっき紹介するの忘れちゃった。芸者って言えば宝冠って言えば。そうなんですよ。私たちのこの番組の提供の赤見さん会がやる、はいはい、やっております。また飛びますよ、どんどん。また浅草会。でもここで紹介しちゃわないと。ここで紹介しないとね。普段あのこのお座敷とかをご覧になったことがない方々に、浅草の一番の芸者さん、さよ、さよこさんを中心に、さよ姉さん、はい、さよ姉さんじゃないです、さよこさん、さよこさん、さよ姉さんは、うん、ああそうだ、地方です、はい、さよこさんです、さよこさん、トップナンバーワンの舞踊家なんですね、うんうん、あのその方を中心にあのこの企画をされているのは、おかみさん、富永照子さんと、さよ姉さん。そう、さよ姉さん。それは地方のさよ姉さん。地方のこの、はいはい。が企画されて、なんと、歌舞伎から、市川。出ました。はい。九段寺様が、出演されるんですよ。ねえ。で、その本当に、普段お座敷とかを、はい、ご覧になったことない方に、宝冠も見せちゃおう、日本舞踊も見せちゃおう、もう何でも見せちゃおうっていう。はい、歌舞伎の人と、日本、その日本舞踊 の、 そのもう浅草の芸者さんの中でも鍵盤の中でもトップクラスの方々が一緒に踊る、すごい会なんです、ね、そうなんです。あのこちら提供のおかみさん会 の、 あの主催のイベントなんで、絶賛販売中です。絶賛販売中でございます。これは浅草おかみさん会がチケット買うのかな、なんかね。そうですね、あのもう私たちのページに何か質問していただいても、はい、あのフェイスブックページに質問していただいても結構です。そうです、よろしくお願いいたします。すいません、はい、あの番組の途中ですが、ちょうど宝冠だ芸者だってなんかその世界、うん、ね、うん、ちょうど釣り堀にいても本当ね、お綺麗で、うん、ね、うん、森江さんいいけど困ったな。いやいやいや、まあ、いやいや、森江さんはそういうことで綺麗ですよね。綺麗でしょ。いやいや、いい話は変えましょう。本当綺麗で、こんなに細くて小柄で、うん、華奢な方と2人でこんな大きい動作、でも今回初めての共演ではないんですよね。いや、2人でだけでっていうのは今回初めて。あ、そうなんです。あの同じ場面に出るのは初めて。あ、はい、そうなんですか。うん、でもあの森江さんも三つ和会に何度かご出演されて、3回目、今回で3回目、うん、あ、そうですよね、いつも本当にあのね、舞台の上ではね、三つ和会はあれですか、うん、もうあのもう結婚した後に出たんですか。そうです、そうです。あ、なるほど、本当に本当に最近というか、うん、そう、そうですよね、街、ね、うん、の音が最初だもんね。そう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 、だからそれからあれもう本当にね、あの私なんかはその歌舞伎の人たちとはね一緒にお仕事は承知してましたけど、はい、新劇の人とかなかなか一緒にお仕事することがなくて、うん、三つ和会に出て初めてやっぱりあのこういったあの中野さんとかね、うん、あのレーゼさんとかあの俳優座の、ね、うん、方々と一緒にやらせていただくと、うん、本当に普段ね私たちの芝居の作り方ともうとにかく我々は不真面目なわけでは決してないんですけどねもう本読みの段階ですでにセリフを覚えてるんですよ、新劇の方々って、うん、それにまずびっくり、うん、未だに私あと何9日未だに覚えてないね、田口守君もね、うん、あの守君っていう年じゃないですけど、うん、まあ、同期で、いえ私の弟弟子でございます、うん、弟弟子でございますけど年が上なんですけれど、はい、うん、これも、ね、セリフがまだ覚えきれてない、ね、新派から田口さんと工藤さんが出てる、そうです、そうです、ね、はい、栗子さんのところの家族、この間、ね、三越 の、 あの、あ、家族は辛いよ、ね、はいはい、ね、主役を、うん、見事におやりになった、よかったですよ。でもその時のセリフより多いって、うん、ああそうですか、 あの時も多かったですよね、多かったですけど、その時のセリフよりも多いそうです、うん、まだね橋爪さんの役だね、あれがね、うんうん、そう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 、ね、家族は連れてご覧になりました、舞台は。いや、まあ、あのもう私ね制作もやってるもんですから、だからもうとにかく何から何までっていう、あの自分でご自身でされてるんです、織り込みから何からどうするとかっていうので、うん、もうそういう心に余裕がなくてね、舞台を見る余裕がないから、うん、これがまたいけないんですけどね、いやいや、うん、あの森江さんなんかも見習わなくちゃいけないんですけどね、こういうのもお作りになったんですよ、そう、これもね、ね、
ポスターがないのをご自分でね、はい、いやあのね、まああんまり吸ってないんですけど、剥げちゃったんですよ。あ、まあ、とにかく必死になってね、うん、あの貼ってもらおうと思ったんで、うん、それで急遽このお話を頂戴して、うん、ないといけないなと思って、はいはい、それで今朝作った。ありがとうございます。申し訳ありません。いえいえ、本当にもうわざわざ回収してくるわけいかないので、わざわざありがとうございます。すいません。本当にで全部で何公演、1、2、10公演です。10公演ですね。16日に伺います。ありがとうございます。私はね、最終日の千秋楽ってこと？そう。夜の部？っていうか2部、多分2部15時30分だと思います。本当に、はい、3時半の会。はい。はい。出ます。楽しみですね。楽しみです。ね、稽古より公演の方が短いというのが私たちだいたい何分ぐらいの何分ぐらいのお芝居なんですか、釣り堀にては。ね、釣り堀はね45分で、45分その前の方のね、秋草話がちょっと長くて1時間15分で終えたいんですけども、まあ、転換なんかがあるからそれで、20分になるかな。それで、15分の2時間で休憩入れて2時間10分から15分で公演全体が終わるようにというふうに考えてるんですけどね。楽しみですね。楽しみですね。転換は大変なんですよ。そうですよね、うん、私たちのはいいんだけど、もう一つの方が ね、うん、そういうところ。同時進行でお稽古やってらっしゃるんですか？いや、演出家がね、一人だから一人だから、先にあっちのお稽古したらこっちのっていう。楽しみですね。ね、楽しみです。まあ、私ね、私本当に去年見たお芝居の中で、はい、好きなのにベスト5に入ってるお芝居が、うん、大場先生が演出された、はい、あの新喜劇の鼓っていう、あれすごく良くて、私ああ好き、こういう芝居好きとか思って一番前で見たんですよ。本当すごい好きでした。ありがとうございます。高田次郎さん、賞頂戴してね。いいの、高田次郎さん、ね、いいの。本当素敵だったね。本当素敵だった。本当に良かったですよね。うん、まあロック様見に行ったんですけど、うん、高田次郎さん素敵でした。ロクロさんの大ファンですか、ね。大ファンなのね、こちらのね。いいこれ、はい、こちらの、ね、だからこれ本当にあの皆さん、なんあの娘も出てお嬢様も、なんかこちらの方も、この会人20名層、はい、この審判の斉藤まさふみさん。この方忙しいですね。うん、あのね、本当にね、まだ、ね、本ができてないんです。うん、あ、でもだってもう10日までにはできるでしょう。10日って10日お稽古で3、話すことがありませんとか。10日でからお稽古で30日スタートの、結構は忙しいですね。うん、すごいですね。やっぱりね、あの育ちが違う。あ、だからでも初カルでしょ。あ、まあそうですね、ま、私がいた頃は毎月毎月、うん、今の歌舞伎みたいに毎月舞台があったんで、うん、お稽古なんかしてられないので、はい、間4日あればいい方ですね。3日ぐらい舞台稽古1回読み合わせ立ち稽古総ざらい、うん、で、あのだから3回ですよね大体。だから同じお芝居でもそういうなんて作り込み方が違うっていうか、1ヶ月だから新劇は1ヶ月お勉強になりますね。それで公演が5日とかだからこれが逆なんじゃないって私しばらくずっと思ってました。でミュージカルとかなんかさらに長いって言いますもんね、稽古がね。あ、そうみたいですね。でダブルだしね。あ、そう、ダブルキャストですよね。みんなダブルだし、あと公演自体が長いしね。うん、でもすごいですね、うん、この膨大なセリフを覚えるっていう時代がすごいですね。もう、うん、もう私なんて最近全然物覚え悪いのにすごいですね。私よりも先輩の方たちがみんなやってらっしゃるのは素晴らしい。大変ですね。この間森江さんとお話したんだけど、もうセリフ覚えるのは大滝秀治さん、はいはいはい、名優の亡くなられた、亡くなりになられた、素敵だった、うん、あのおっしゃって地獄巡りなるほどだなというふうに、ね、それだけね、もう苦労なさって、はい、お作りになってる舞台を、はい、ぜひ皆さん、はい、見に行きましょう。はい、よろしくお願いします。チケットはね、あの私たちのフェイスブックでもご連絡させていただきますし、はい、こちらの番号、03-5375-1118はい、お電話直接いただいても大丈夫です。サイスタジオさんでも受け付けております。はい、はい、
ぜひどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。超楽しみにしております。ありがとうございます。その後は二重面相もよろしく。そっちの方が痛かった。